はい、トモくんチャンネルです。はい、今回はね、前回このポケモンのイーブイを仮組でちょっと組んでみましたが、これからねこのイーブイは色分けをしていきます。はい、それで、またねこの前回ちょっとだけ紹介しましたが、この卵飛行機シリーズの、この赤いバージョンですね。はい、それのヘリコプターですねを作っていきます。はい、で袋からねちょっと開けてるんですが、これが卵ですね、これで言うたら赤い部分ですね。はい、でそれを、白サフを拭いてから、パールピンクを拭いてみたいと思います。はい、でこれですね、これは乗るとこですかね、乗るとことかを、これ最初にこれ乗るとこを作っていくと思うんですけど、はい、でこちらが羽になります。はい、で、こちらの部品もちょっと今のところわからないですね。はい、で、まあ、こちらはね足元ですね。はい、この部分になります。はい、まあ、部品自体はねこれ少ないんですが、EV、 このポケモンの EV の方は、パチ組やったんですが、この、飛行機ですね、卵飛行機の方はボンドが必要なんで、まあね、綺麗にランナーから切って磨いて、作っていきたいと思います。はい、でね、サフを、白サフですねを拭いて、しますので、少しスキップをします。はい、スキップします。はい、スキップしました。はい、このね卵飛行機シリーズのこの、ヘリコプターですね、それを今ねちょっと内装だけね組み立てて、でいっぺんにねこれ白サフを拭いたんです。はい、まあこれからねまたこの、白サフ乾いたら、シートとかこのね手に持つとことかこの、まあ、ダッシュボードって言うたらあれなんですけどね、こういうとことかを色分けをしていきたいと思います。はい、で部品ごとにね足回りっていうかのとことで、ちょっと羽のとことかね、で一番そのクリアだったのをこんな感じで白サフですね、はい、卵のところを拭いてみました。はい、で、この卵のところですね、箱で言うたらこの赤い部分ですねのとこはこのね、上拭きでフィニッシャーズさんのパールピンクを拭いてみたいと思います。まあ僕もね、パールグリーンは一回使ってて、モスグリーンの色みたいになってましたが、今回この
パールピンクはどんな感じの色になるかちょっと僕もわからないんで、ちょっとね次回の動画で、試してみたいと思います。はい、このね、まあ、前回のパールグリーンも、白ザフ吹いてで、スーパーシェルホワイトを吹いてでそのパールグリーンを吹いたんですが、今回もねこの、白ザフ吹いてでスーパーシェルホワイトを吹いてでこのパールピンクを吹いてみたいと思います。はい、あとはねこういう部品類は、まだ色分けを違うね、色分けシルバー吹いたりとか、ちょっとね赤とか黒とか白、まあこういう感じの色とかねそういう感じで、色分けをしてみたいと思いますんで、次回の動画ね、ちょっと進んでると思いますんでよかったら見てください。はい、それと、ここにね可愛く浮いてる、EV ですね、ポケモンの EV も、またね色分けをしてみたいと思いますんで、よかったら次回のね動画も見てください。お楽しみください。それでは今回はこの辺りで、今日は白シャフを、吹いてみました。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。